はい、ということで皆さん、イラオイタイヨニやっていこうと思います。よろしくお願いします。勝てるんじゃないかと思ってピックしましたが、実際どうなんでしょうか。マナ足りねえな。序盤戦う意味ねえな、やっぱイラオイって。マナなくなるだけだ。いい、打たない方がいいかもな、マジで。序盤全然なんかいい感じじゃないな。精進、ああちょっと行ってみたいけど、まあ、無難なビルドするわ無難なビルドをします、残念ながら。あ、そうそう、イラオイのスキルってスタンで止まんないから、まあ、スタンで止まるスキルの方が少ないけどさ、だから CC 食らう覚悟だったら結構スキル当てやすいんだよね。お前も TP 使わなきゃいけないよ、ヨネくん。え、ヨネこれ TP しないんだ、超ラッキーだなこれ。え、レベル上がんの俺先？いや俺が先にする、気合で。あ、死んだ。うーわー、マジ？てか俺ウルト取ってないのやばくない？でもウルト打つまではなかったな。やべ、CG が。やべ、アグロ受けるなこれ。贅沢だ贅沢な。ありがとう、みんな、みんなありがとう。お、うめえ、うめえ、うまインゴ。え、今の相当うまインゴだな。全然ダメージは出てねえけど。まあオッケー。トップ TP してヘラード触ってもいいけど。え、くれんのマジ？まだそんなに余裕はないんだけど。これ2枚取れるかな、プレート。ナイス。強い。これパーソタワーだ、ラッキー。これマジの話、まあ、精進でもいいんじゃねえかってぐらいだけどな。精進欲しいな、積みたいな。積もこのジャンプ一つも CC ないから、実際精進と相性いいはず。なんだ、2手目精進でもいいぐらいだな。これいける精進2手目。あれ、スターガーかな。じゃあこういう当て方したらイラオイは、その敵のブリンクに合わせれば大体当てれるから、ブリンクに極力合わせたい。精進できた。ダメ、ごめんって。うわ、50人いた、ごめん。ちょっと今スキル回し危なかったな。いい打たなきゃよかった。いい打たないとそのまま殴ってる方が多分よかった。ちょ、みんな大丈夫？まあ、いい当たったらこれ超余裕で勝つね、今の感じなら。
最近の根硬いね。もう春ブレできてたかな、あれ。まだできてないんだ。できてなくても硬いな。あ、みんな、みんなタイム、タイム。あ、オッケー、やった。みんなまだ増回で121だからさ、全然精進バフのままだわ。これ200超えるとそこからは実際減っちゃうことになるからね、前のパッチと比べたら。でも200を超えそうもないわ。ベース AD が高いだけだから、このチャンピオン。ダメか。もうウルト上がるんだけど。ちょっとみんなストップストップ。あ、残念、いい、届かなかった。ユーフー、最高、最高だぜー。バロン取らない？こう、大急ぎで突破した方がいいかな。結構さ、味方さ、触るの早いんだよね。オブジェクト触るの早いからさ、俺のスプリットがまだ間に合ってなかったりするんだよな。それがちょっと怖いね。E のクールダウン5秒、6秒か。W2 秒なんだけど。ウルト使ったのと一緒なんだけど。いや、4ドラだからこそだよ。俺がスプリットしたら絶対取れるって話。うう、ダボーキー。なんでヨネが死んだか全然わかんない。なんでヨネが死んだか全然わかんない。ほら、これだからほら、 100% ドラ取れるでしょ。俺の方に4人も5人も来たら全然 OK。 でもマウンテンじゃん、俺超強くなるな、これ。勝ったか。いいの、クールダウン短っ。おお、え、みんな今のダメージ見た？今のダメージすごくない？アリスタの体力6割ぐらいぶっ飛んだけど。 GG、 やっちゃよかった。え、精進どうだっただろうね。精進強かったと思うよ。 GG、 相手がタンクじゃなかったら精進でいいかもね。